はい、今日は鹿沼に来てます、遠くに男体山見えますけれども、前日光の方に走っていきます。はい、スタートです。日光白根はまだ雪残ってますね。男体山はすっかり夏模様ですけど、遠くに日光白根が見えます。あにしてもこの水張った田んぼは綺麗だな。今日だいたい100キロぐらい予定しています。滑走峠に向かって登っていって、だいたい35キロぐらい、そこから、前日光の牧場があるんで牧場の方に向かいます。標高多分1200ぐらいで、前日光の牧場寄って大鷲川沿いを下って鹿沼に戻ってこようと思います。だいたい100キロぐらいを予定しています。はい、多分これ大鷲川かな、この源流の方に登ってきますけど、下ってくる感じかな。帰りこの時期は梅雨入り前で、一番いい時期なんですけど、今日は30度近くまで上がるってんで少し注意して走ります。はい、県道15号入りました。ここからひたすら滑走峠に向かって登っていきます。ここが重井川で、その源流が滑走峠の方なんですけど、この近くで難波ダムという新しいダム作ってる、それの関係か山切り崩してますね。多分ここからいろいろ資材切り出してってるんだと思います。昔こんなんじゃなかったと思うんだよな。結構切り崩されてますね。難波ダム自体はもっと右手の奥の方なんですけど、そこで新しいダム作ってて何回か行ってはいるんですけど、はい、阿波野の集落抜けて少し山の方に入ってきました。隣を重井川が流れてて、昨日結構雨降ったんでだいぶ増水してますけど、上の方水浸しかな、もしかしたら。ここら辺は鹿沼そば、ニラそばかなが有名で、そば畑も結構あります。見かけるのはそばと稲と小麦も結構見かけますね。小麦はもう収穫終えてたりとか、収穫間際みたいなものが結構ありました。はい、栃木を走ってていつも思うんですけど、道がいいよね。道が非常にいい。なんでこんなところにこんな高規格な道路があるのかっていうぐらい道がいいです。今のところもおそらく県道15号元のあったところから別の方、新しい付け替えで新しい道作ってたみたいで、なんでわざわざそんな道作るのかなっていう、それほど需要もないだろうに。栃木は有力な
国会議員さんがいるんで、多分そうなんでしょうね。はい、でこっちから30キロぐらい走ってきました。あと10キロぐらいかな、下ってくるそうなんですね。山の神バンガローまであと1キロくらいですね。なかなか 9%、10% の斜度が続いてきついです。休み休み登ってます。いよいよ滑走峠で入ります。おそらくあと 5,6 キロで250ぐらい上がるのかな。はい、一番カーブまで来ました。きついね。はい、つづらオレクから入りました。40キロ走ってようやくだもんな。なかなか道が予想通り洗い越しになってます。荒れまくりだな。はい、よいしょ。はい、滑走峠着きました。まっすぐ行けば潮に抜けます。普段は結構ライダーさんがたむろってるんだけど、今日はいないね。これ左登っていきます。前日光牧場6キロ。はい、滑走峠越えて前日光ハイランド牧場の方に向かっています。じゃあ前日光の牧場の方に入ります。
放牧の時期ではないのかな。大足川の水を南麻川の方に引き入れるとかな、その導水路を作ってますね。鳩山カフェチキサウンで、ケーキのセット食べてブラブラ帰ります。店のマスターとお話ししたんですけど、40代で脱サラして日光で、まあ、ホテルなのか旅館なのかちょっと分かんなかったけど、宿業をやってたらしくて、そこで30年ぐらいやって、で鹿沼のこの地でいい古民家を見つけたっていうんで、こちらに移り住んできたらしいです。素敵な人生歩まれてるなと思いました。さて帰りましょう。
ポチ戻ってきました。いや、予想以上に眺めが良くて、食べたケーキセットも美味しくて大満足です。ぜひ皆さんも来てみてください。